ここだけ違うんです。来た来た。さあ、ウィリアップでやっていきます。次回、はい、今日白玉パーティーご用意させていただきました、はい、これ何がやりたいかと言いますと、はい、またですね、こちらロナウジーニョガウさんです。ガウさんをサブに出させていただきました、はいはい、まあ前回ドナウジーニョを後半から出して、まあ、どんな展開になるかって動画撮ったんですけど、今回も同じことをやっていこうと思うんですが、はい、レベルが42に上がっております。ということは上限アップを12人ぶち込んだと。前回何も活躍しなかったもんな。いや、ちょっと活躍したんだって結構パスましたからさそれ言っちゃ、まあ、天的なもんではね、天的なもんではね、うん、さあ、ということで能力が上がったらさすがにもっと点がね能力がすごいな、これすごくないこれ。もう上全部緑なんだけど。確かにこれやばいよね。これすごいね、まあ、怪我だけがね、一番心配だよね。怪我だけが本当に気をつけてほしい。で、後半にセカンドトップに置くんだっけか。そうです、後半にセカンドトップに置きます。はい、まあ、あの前回ちょっと点がね取れなかったんで、今回は前側のポジションに置いてちょっと点も狙っていきたいと思います。はい、いきましょう、いきましょう。ういおっと、ややさん、でもセンターバックの穴をついてロナさんを入れることによって変わってくると。ロナウジーにはまあまあ変えた方がいいんじゃない。センターバックいるかな。あ、いないのか。いないな。行くしかねえか。行くしかねえ、これでいきましょう。とりあえず、うん、前半はね、なんとか 0-0 で抑えたいところでありますね。そうなんだよ。で、相手のね、やっぱプレースタイルも、はい、見といて、後半畳みかけると。おぉ。おぉ、ナイスキー。おぉ。あぶねえ。あぶねえ。フリーキックも怖いんだよな。うん、さあ、コーナーキックからさあ前線、お、いいね、いいよ、繋がってます。ちょっと重たいな。うん、オッケー、よし、こっからスルー。おー、ナイスパス。うわすげえなー今。あ、ゴール入っちゃった。高木あんまり走らせすぎてもあれだよな。そうだね、体力かな。パスでできるだけ奪回できたらね、なんとかな。さあ、相手も結構散らしてきてます。うわ危ない。ちょっともう全く競れてないな、うん、さあ頼むぜ。まあ前半はいいんですよ。前半はね、うん、問題はロナさんが出てからだよね。そうそうそう、このチームがどういう風に変わるのか。おっと、チャンス。おー、惜しい。 OK、 取れるぞ。白玉パーティーの底力を見せてやる。そうだ、こっちだ。おー、いいぞ、逆をついていく。そして、足がもうちょっと速いかと思ってた。回転数の違い、回転数。おお、トラップやばいね。オッケー、ナイス。今の大阪じゃねえかよ、半端ねえのトラップだぞ今。あ、どっちか行こう、こっちだな。クロス上げても多分しょうがねえしや。さあ、スローイン、どこにやるか。ロングスロー行くか。ロングスローから落とす。ややさんだぞ相手。やっぱね、ここは相手やっぱ攻めれるんだぞっていうのを見せつけていこうよ。もっと、いや、こいつに対しては全然攻めれるなっていう。おお、接戦の演出。そうそう、接戦の演出ですよ。後半のロナウジーの投入から、ま、アセントさせていきたいですね。え、ただチャンス来ました。来た、決めていくとこは決めて、いけない、いけない。結局接戦の演出まあまあ結果的にはね、まあ俺らが最初から予想した通り 0-0 で抑える。そうですね、なんかそうなりそうっすね展開的に。そうなっちゃいますね普通に。 OK、 おばっこそこで接戦の演出はいらねえ。危ねえよ。 OK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 、 いい感じっすね。で、今見た感じ、まあ、シュート数も同じでした。はい、でやっぱ相手支配率、いや俺の方がいけるんじゃねえかと、いけますよと、というところで来ました。いや、さすがに白玉だけでチームパワー2にはなんないぞと。なんないぞとね、いきます。しかもロナウジーニョ半分使ってないんですよ。試合数は途中から出したり最初から出しちゃって、うん、出しちゃって試合数は1は1消費なんですよ、はい、そこをあえて半分の時間で出してくると来た
ぞ。こんな贅沢なことありますかと。ロナさんにボールを回したい。あとはもういらねえよ、接戦の演出なんて。なあ、こいつのハードル上げ。さあ、周りは足がもつれておりますが、一人だけなんか回転数の違うやついるぞ。ここだけ違うんです。そういうこと。素晴らしい。オッケー、ロナさんからのパス、ナイス。オッケーオッケー、いいよ。いやいいね。いや、ここやっぱロナウジーは違うんだとなあ、見せてやんなきゃな。そこを見せたい。あとはまあゴールを決めればいいね。ゴールが一番大変って。あ、ヤヤさん、相手のヤヤさんも注意だけどな。なあ、相手に言うと結構厄介だよな、ボディバランスのデカさは。さあ、ロナウジーよ、ここをどうしていく。こねてパスを出す。さあ、自ら中に。うわ、自らがシャドウ。高木めっちゃ頑張るぜ今日。お前ガウンシャの、お前シャドウはいらねえよ、おい、もったいねえって。いや、場所が悪かったんだよ、ロナさん。どんどん上がっていっちゃうから。まあ、ロナウジーニョの威圧感もそのままシャドウに使うっていうね。いや、そうっすね。まあ、相手は絶対マークしたいところなんで。うわ、これやばい。さあ、クロス上げてきた。これは大丈夫か。オッケー。ロナさんどこだ。あ、そんなとこに。パスを出す。さあ、前に出たいところ。うわうわ、惜しい。いいパスだった。だから白玉の選手もうちょっと2人変えてもいいんじゃない。ああ、そうだね、それはそうするか。スタミナねえし。オッケーオッケー、ちょっとね。やばい、危ない。危ねえ、今のは入ってもおかしくなかった。ボランチ変えるか。あと一人変えちゃっても。よし。さあ、何が来るか相手は多分思ってます。ただ俺らは白玉を出していくと。そこではね、本当に特別なのはロナさんだけというね。おっと、ロナさん、これは直接いっちゃうか。ロナジーニのフリーキック。いや、無理無理無理。見せつけてやれ、ロング。絵的にはいいぞ。いや、面白い位置だよ。でもアウトカーブかければ、そうすればちょっと弾丸っぽくなるじゃん。さあ、おおおお、弾いた。決めるよ。おお、直接、直接アウトカーブですか。どうだ、全然かかってねえじゃねえか。おっ、チャンス。え、入る。お、さあ、ラストかな。来た来た、ウェーイ。ワンゴールワンアシスト。来た来た来た。さあ、そして切断の演出。切断、これは演出じゃないだろ。多分切断だ。オーケー。やっぱ最近無効試合なくなったよな。なくなりましたね。